震災、原発事故から9年半、そして避難指示が解除されて5年。一度は荒れてしまった楢葉町の農地がかつての姿を取り戻しつつあります。これはあので電、うん、あのイノシシのイノシシよけの電気柵です。はい、人が増えるとやはり、うん、はい、イノシシもだんだん少なくなってくると、はい、ということでね、はい、鈴木恒夫さんは避難指示の解除をきっかけに避難先のいわき市から自宅へ戻り農業を再開しました。土地が復元できるのかなというような思いは、まあ、最初はありましたね。負けないようにやっていこうという気持ちがあったんで今この状況になったのかなと思います。広げてきた水田の面積は今年は15ヘクタール来年は20ヘクタールとなる見込みです。町内全体でも水田の面積は拡大していて今年は237ヘクタール震災前の410ヘクタールに近づいてきていますが課題もあります。私と家内と今2人で、はい、田んぼをやってるんですけども後継者を早く作りたいなと思ってます。逆に今はもう田んぼ後継者担い手の確保です。昔はね先祖からもらった土地だからってそういう意識が自分もやってみようかというようないわゆる営農意欲を出していただくということが最終的な町としての思いでありますから。町は農業の魅力を伝えること、そして農業できちんと稼げるようにすることが大事だと考えある作物に着目しました。こんな感じ。なるほど。今8月の日照りで、順調にちょっと、まあ、盛り返してくれたみたいで。町は大阪の会社が設立した福島白鳩ファームと協力してさつまいもの栽培に力を入れています。非常に、まあ、適した土壌の場所も非常に多いのでこれから非常に面白い産地になるのかな。夏はちょっとあの草と土壌と、はい、おかけっこしてる感じ。宇佐美和恵さんは去年避難先から富岡町に戻り白鳩ファームで働き始めました。辛い時もありますけど、はいはい、その分楽しかったりもするので、はい、充実してます。やっぱり地元で仕事ができるっていうのが一番嬉しいです。はい、原発事故に伴う避難で荒れてしまったふるさと。農業を通じて復興に携われることに喜びを感じている担い手の一人です。自分たちで関わっていけるということでとてもあの嬉しいですし、やっぱり前と同じようなあの、はい、ふるさとに戻っていけたらなというふうには、はい、思います。避難指示の解除から5年復興への課題は残されていますが楢葉町には確かな希望も見えています。